動向等に緊張感を持って注視するとともに、経済財政運営に万全を期してまいりたいと考えております。このため金融庁におきまして、金融庁長官以下の会議を機動的にま開くなど市場動向との把握分析を実施をいたしまして。 金融庁内外との連携報告体制を整えているところでございますまた経済財政運営につきましては新しい資本主義の下でデフレからの完全脱却そして新たな成長型経済への移行に取り組みます 先般、本年の春季労使交渉の5.1%という力強い賃上げに加えて、今年度の最低賃金の引き上げ額については、中央最低賃金審議会で全国平均で5.0%、50円の引き上げとする目安が取りまとめられたところでございます。 企業,成績や企業業績や設備投資が過去最高水準となって、日本経済に前向きな動きが見られる中で、価格移転対策や、省力化投資支援等により、力強い賃上げの動きを 中小企業等にも広げるとともに、6月から実施をしております定額減税等により、家計所得の伸びが物価上昇を上回る状況、確実に作り出してまいります。加えて金融面では、国内外の資金を呼び込み、成長と分配の好循環を実現してまいります。 これまでも東証とも連携して、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、コーポレートガバナンス改革を継続して進めてまいりました。東証からの要請を受けまして、市場評価や資本コストを意識した経営の実現に向けて、対応を行う企業が、プライム市場では81%と。 なるなど改革が着実にこの前進をしております。さらなる改革の推進、そしてまあ金融資産運用特区の推進など。 資産運用利国の実現に向けた取りり組みを進めてまいりまいすなお、足元の為替相場、もお尋ねがありましたが、為替相場の動向については、コメントすることは差し替えますが、為替相場はファンダメンタルズを反映して、安定的に推移するということが重要でございまして、政府としては為替市場の動向をしっかりと注視をしてまいりたいと、そういうふうに考えております。はい、